ビンゴ小原駅は、広島県小原市中、本町2丁目にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。小原市の代表駅である。かつては、急行列車も停車したが、現在は普通列車のみで、本数も少ない。ここから、広島市に向かう場合、運賃は鉄道に比べて220円高いが、当駅前より発着する高速バスを利用する方が、 所要時間が短く、また、市内中心部の広島バスセンターに乗り入れるため、便利である。三次市へ向かう際も運賃は130円高いが、美北交通三条線の方が1時間に1から2本で、警備線の列車よりも、はるかに多く運転されている。ビンゴがついているのは、同央二次の小原駅が1910年に開業していたからである。リニューアル前の駅舎構内端式。 島式の複合型に面三線のホームを持ち、行き違いや折り返しが可能な地上駅。三次鉄道部管理、小原市に委託の簡易委託駅であるが、地方自治体への委託のため通常の個人などへの簡易委託駅よりも業務が拡大され、指定券の発行や集会札業務も行うことから、業務委託駅として扱われる場合もある。自動券売機はなく窓口のポスター末での乗車券。 回数券、自由席特急券、定期券に加え、料金専用補充券による指定席券の発売も行っている。駅舎は単式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。校内には、複数の側線がある。かつては、男女共用の組取式便所があったが、託児所の設置と同時に、男女別の推薦便所に改築された。 新商社用トイレが新たに設置されてバリアフリー化が進んだ。駅前の坂を登れば小原市中心部にたどり着く。駅舎改修工事と同時に駅前のロータリーを整備してバス乗り場を設置する工事を実施し2020年11月2日よりバス乗り場を小原駅バス停として共用開始した。これにより小原市内にバス路線を展開する美北交通は 同日にダイヤ改正を行い、駅からやや離れた場所にあった、小原バスセンターを廃止し、従来小原バスセンター発着であったバス路線、全路線が小原駅発着となった。また、小原地域生活バスや小原市営バスも小原駅発着となる。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、西日本旅客鉄道 P ゲー線交益便を、 小原駅ビンゴ3日、市駅。ありがとうございます。